川内木也は京都府八幡市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。現在は広島東洋カープの一軍候補を務めている。京都府八幡市で出生。幼少期に東京都杉並区に転居指導地で育つ。高校は国学院大学久我山高校に進学。1999年夏の西東京大会では決勝で日大三高に敗れ。 甲子園出場はならなかった。1999年のドラフト1位で、大阪近鉄バファローズ、中日ドラゴンズと競合の末、広島東洋カープが交渉権を獲得し、入団した。一応の球団は中日だったという。甲子園出場経験のない高校生の1位競合は、江夏豊以来33年ぶり。高校生としては、球団史上最高の契約金一1億円。 年俸700万円で契約した。当時の達川明豊監督は、ドラフト会議で、タバコのラッキーストライクを忍ばせ、抽選で引き当てた際に、カメラに向けてアピールした。背番号は前年引退した、王野豊の24番を受け継いだ。2000年5月30日の読売ジャイアンツ戦で、プロ初勝利。高卒新人が巨人戦でプロ初勝利は、史上4人目であり、 5月までに限れば1967年5月31日の江夏豊以来二人目、到達日としては最速であった。同年のフレッシュオールスターゲームでは、4歳上で、同期入団の同僚木村一輝と共に、ウエスタンリーグ選抜の先発バッテリーを務め、イースタンリーグ選抜の先発投手で、同じ1位指名の高卒新人左腕小打樹と投げ合った。3回被安打1無失点で、 勝利投手となり MVP も獲得した。2004年、日南市にて2004年に自己最高の成績を残しオールスターゲームにも出場。しかし同年4月には時速1 5 1トルを計測していた球速が徐々に時速1 4 0トル前後に落ち込んだ。2005年にはキャンプでフォームを崩し請求が定まらず二軍生活が続いた。 2006年は投球フォームをオーバースローからサイドスロー君に変更した。ウエスタンリーグで防御率2.51という高成績が認められ、9月2日に2年ぶりに1軍昇格を果たす。同日に行われたタイヤクルト戦で3番手で登板し、接種による2失点で復帰。その後も中継ぎとして15試合に登板し、15奪三振15、被安打。 防御率1.76と、まずまずの成績を残した。オフにサイドスローからオーバースローに戻し、剣道従来を喫していたが、結局2007年もサイドスローで、シーズンに突入。序盤は、左殺しとして活躍したが、被安打の多さと、請球難が問題となり、後半に軍域となった。2008年5月に、左肩関節唇及び腱盤部の修復手術を、行った。 キャッチボール再開まで半年ほどかかるため、一軍は愚かに軍でも登板がなかった。2009年も前年と同様型のリハビリで一、軍でも二軍でも登板がなく、10月31日に戦力外通告を受けた。球団は回復後の復帰を期待し、11月17日に育成選手として契約を結んだ。それに伴い、背番号は24から124に変更された。 2010年10月29日、契約により自由契約選手工事がなされたが、11月16日に、再び育成選手として契約した。2011年5月27日、二軍戦で4年振りの実戦復帰。ソフトバンク戦で、打者一人を右比に抑えた。2012年は二軍で12試合に登板して一勝、防御率2.08の成績を残した。 5月16日、支配下選手登録。それに伴い、再び愛着ある背番号24が与えられた。その後一軍に昇格し、5月23日のソフトバンク戦に登板。2007年5月8日、以来1842日ぶりに一軍の試合に登板した。8月16日のヤクルト戦では、3番手での登板で1回と1。 3を無安打無失点に抑えると、交番の直後にチームが逆転。2004年9月4日の中日戦以来、2904日振りに1軍で勝利投手になった。シーズンを通して中継ぎで安定した成績を残した。2013年には開幕を1軍で迎えると、セントラルリーグ公式戦への初登板からセパ交流戦の序盤まで21試合連続。 無失点を記録。7月5日から、石中規律筋の座礁などで二度にわたる、戦線離脱を余儀なくされたが、シーズン通算では一軍公式戦で、自己最多の34試合に登板した。2014年以降は、一軍公式戦への登板機会が減少。同年は12試合、2015年は1試合の登板にとどまった。2015年10月1日に、 球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退した。引退後は球団職員として広島に残り2015年12月1日付で一、軍広報に就任した。投手記録打撃記録、ありがとうございます。